前どういうバッターになりたいんだって、タオさんって言ったら、お前には無理って言われて。似てるんじゃない。今日は愛子さんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、どうもお願いします。愛子選手っていうとね、高校でのイメージがものすごくあるよ。高校の出たての、はい、もう今60過ぎてるんだってね。61ですね。いい年になったな、お互い。もっとね、ちょうどデーブと話をしてて、はい、もう愛子めちゃくちゃ面白いですよ。いや、そんなことないですよ。もう愛子さん、僕の周りにいた人間が面白かったっていうだけで。そうなの、はい、でもそれをもう喋る愛子がすごい面白いです、ね。そこで、うん、じゃあちょっとなんとか一回できないかなと思ってね。ああ、もうありがとうございます。連絡させていただいたんですけど、はい、現状はどんな感じでやってるんですか今はですね、うん、YouTube も、はいはい、を中心に、あとは今ちょっと固定で中学校教えてるの。はい、頼まれて教えて、中学校、私立の中学校。そうですね。で、あとは社会人野球の、うん、クラブチームの。あ、クラブチームね。はい、はい、大きな会社じゃなくて、その下でやってる。それでも下手るばっか集まるんですよ、もう。本当に大学で練習きついからやめたとか。ああ、まあ社会人野球はまあ、本当に、うん、挫折するに、さらにプロを目指してみたいな。わあ、なるほどね。やってみてどうですか。なんですか、そのプロの時と比べちゃうと、うん、やっぱ当然野球が落ちるのかなんですけど、まあね、はい、教えるってこんな難しいのかなっていうのは確かにすごく感じてて、ね、はい、プロの、まあ、こう年齢いった時に若い選手に、うん、もうここもうちょっとこうやってやった方がいいんじゃないの、うん、とかって話すると、うん、なんとなくみんなそれなりに理解できる。で、うん、アマチュアは、はい、頭で分かったけど体で表現がそのように動かないできないっていうところが、じゃあまあ時間がかかるっていうことはね。そうですね。あとは、うん、これ多分タオさんもすごく頭にあると思うんですけど、ね、はい、今の子たちって中学生もそうですけど、もうとにかく情報量すごいんですよ。すごいですね、技術の。確かにもうなんだかんだ調べられるもんね。そうです。だから下手なこと言うとね、それ違うんじゃないですかとか言われて、いや、もうそれで大谷がこうだの、うん、誰々がこうだのって言うから、よく言うのは、いや、あれはあの体があるからできることだから、はい、お前らには無理だからって言うから。そうか、そう、その話で言うと、うん、これもう本当に落合さんに一番弟子で、うん、あの人が僕を落合選手の頃ね、そっててね、落合さんに、うん、お前もピッチャーやめえって言われて。落合に言われたの。そうです。毎日のように言われました。でも高校ではもう頂点に立ったピッチャーだからね。いや、もう僕肘がこのまま曲がってるんですよ。もうかなり痛めてたわ。16で曲がっちゃって。あ、そうか、無理したんだよね。 それで落合さんに、うん、お前どういうバッターになりたいんだって、うん、バッターか3年終わって、はいはい、打者になった時に最初に、いや、タオさんみたいな、それは光栄ですよ、そうやって。いや、ドラゴンの時のタオさんのバッティングが好きで、はい、で、タオさんって言ったら、お前には無理って言って。本当はっきり言うよね。僕の中の印象は、タオさんはもうとにかくハンドリングがうまいっていう。それこそごまかしだよ、これって。いやいやいや。自分がロッテ入って、うん、でピッチャー終わってタオさんが西武へ来た時に結構見てました。いや、僕も愛子選手見てたよ、ライトからさ。すごい痛まなげてたもん。肩強いな、やっぱり高校で優勝したピッチャー違うなと思って。でもタオさんもピッチャーですよね、もともと。そうです、大学一応ジャパンのピッチャーだから二刀流ですもんね。一応ね、大学2年から一応ジャパンで、はい、6人ぐらいしか選ばれなかった、あの当時。すげえな。だから案外良かったんですよ。でもまあ、僕もやっぱり、肩か。スライディングで肩伸ばして。あ、それでもうスピードが出なくなって、もうバッタしかないなと思ったんですよ。愛子選手の場合は、高校まではそのトップでピッチャーでやってたのに、はい、プロに入って、まあ、変更になるわけでしょ、バッターに、はい。それはやっぱり、故障。故障もあったんですけど、うん、当時、なんでしょう、落合さんがそのバッターに代われって言ったら、一つはまあまあ、お前だ
ったらのバッティングだったら通用するかもしれないみたいな話をしていただいたのと、 あとはあの当時ピッチャーって中継ぎやってたんですけど、うん、まあ1円のお金にもならないぐらい。いや本当ね、今なんか1イニング抑えればそれなりに、いや今なんかもうすごいですよ ね評価されるもんね。あの当時先発ピッチャーしかなんか評価されなかったようなね。自分なんか2年目の時に最下位だったんですよ、はい、球団に何て言われたと思います？何て言われた？契約の時何年？あの57年。え、もうプロにいたの？自分56年に言うんだ。そうか、57年、はい、はい、最下位だから、はい、一律 5% ダウンからスタートって言われて、優しい。そんだけで 5% だった。いや、それで、うん、僕はあの3年間入団の時3年間給料が下がらないっていう契約をしていただいたんですよ。はい、これで現状維持だ、うん、だからお前は 5% アップだって言われて。あ、そういうこと。マスコミにはそういうふうに言えって言ってて。あ、細やか細かい。昔のパ・リーグはもう、西武はもう本当に羨ましかったです。確かにね、はい、あの他のチームの選手に聞くと、はい、ユニフォーム何だしちゃったかな、なんか何枚は支給だけどそれ以上だとあの買わないといけないとか。そうです。ロッテなんて用具代1人5万円です。え、取るの？そうです。あ、いや、もらうんですよ。あ、もらって、ね、もらってそこの中から、うん、あのアンダーシャツは1人3枚まで。で、うん、あとは、うん、スパイクが年間最初3足って言われた。それであとバットとかグローブは自分で買えるっていう。はい、まだメーカーから自分が、うん、あのたまたまプラ入った時山内さん監督で、山内和弘、お前 Z でいいだろうって言われて、山内さん Z だったんで、で Z と契約させていただいて、道具に関してはちょっとよかったね、良かったんですけど、優遇していただいて、みんなもうあの大変だったですね。あれバット高かったんだよ。高いね。ねえ、安月給なのに、僕の1年目は一応来てくれてたんだけど、あの寮長が。まだ実績も何もないのに契約なんかしない方がいいとは言われて、2年目から契約しました。でもあの1年間はやっぱり自費でバットも何も買ったから、うん、高いね。高いっすよ。昔はファームの選手なんてキャンプの時バットいっぱい必要じゃないですか、うんうん、必要。バットを買うんですけど、みんなあの10回払いの給料全部みたいなメーカーと。そうだよね、うん、今でこそ選手ね、高い給料もらってるけど。だからファームの先輩の人がファーム行った時に言ってたのが、もう当時、昔はあのプロ野球って10ヶ月しか給料、そうですよ、最初はね10ヶ月ですよね、11、12が、うん、12、1がなかった、なかったんですよね、12、1が給料ない。それでバイトしたって言ってました。そう、それで結局僕が入った頃はもう12等分だったんだけど、はい、最初の頃はその2ヶ月分生活できない人が出てくるから、はい、もうこれはいかんって言って変えたんですよ。だからなんか選手会でそういうの言ったとかで、ロッテの先輩が、うん、あのゴルフ行く時に先輩の車乗っけてもらって、はい、あの湾岸を走ってたら、はいはい、昔あの有明からどっかまでが繋がってなかったんですよ、はい、やっと開通してみたいな。へー、でお前分かるか、まあ、これ俺ら作ったんだからな。え、どういうこと？そこでバイトしてた。バイトしてたの？あ、そういうこと。青国、はい、プロ野球選手がバイトしてたんだ。昔はもうだって自分入った時、はい、年俸240万とか180万とか、なんかそんな。何年に入った？56年です。56年、はい、僕は51年。じゃあそうか、4年ぐらい後に。ファームの最低保障が確か240万だったんですよ。ああ、で1軍が最低保障が480万っていう時代です。あ、まだちょっと僕らの頃より上がった。あ、そうなんですか。うん、僕らの頃はあれ、ねドラフト1位で指名されても年俸300万まで。へえ、うん、ドラ1で。ドラ1、僕は280万だ。あ、ドラ1で契約金とかも。契約金も、まあ、最高で3000万まで。うわー、そっか。だから少しせびられて2800万。そんな感じでね。契約金せびられるんですか？っていうか、普通だったらもうドライジで大学でねって言ったら、もう満額3000万っていう感じになるじゃないですか。やっぱり200万でもちょっと下げてっていうような。あ、だ
もう本当にジャイアンツ戦というのをそのドラゴンズの試合とかすごいよく見てて、はい、でちょうどタオさんが入った頃ってやっぱどうしても左バッターを見ちゃうんですよ、はいはいはい、僕らでもそうです。だからタオさんとか矢沢さんとか若松さん、若松さん、張本さんまだプレーしてない、もうしてなかった。いや、自分だって56年、1年間一緒にやってます。やってんだよね、同じチームでね。ああ、そうかそうか、ひどかったですよ本当に江本さんにお聞きしたら、ああ、もう怖かった怖かったって言って、いや怖い、まあ確かに僕入った時、うん、プロ野球ってあのヤクザの集団なのかなって思うぐらい、うん、なんかあの遠征の時のスーツを着たらもうなんか本当にそういう感じだったですよね。うちの女房もそうやって言うわ。ああ、なんかエナメルの靴履いてでヴィトンのボスを持ってなんか白いベルトしてみたいな。もうだから入った時も張本さんがいて有藤さんがいて、有藤さんね、有藤さんバリバリの時だったんでもう本当怖かったです。 あの頃の、まあ、ロッテってやっぱ東映フライヤーズのなんかこうイメージとこう重なるような感じですよね。だから張本さん、あの山内さん監督だけど、うん、監督って呼ばないんですよ。なんていうの、あんたっつって、あんたね監督って言わないの、言わない、もう同等だかな、同等以下かな。いや、だから多分張本さんは実績派なんですよ。あ、そうか、俺の方が上だっていう考え方なんで。なるほど。だ、山内さんもすごい、山内さんもすごいですよ、なんですけど、うん、はい、山内さん、あのほらあれじゃないですか、あの話が長くて有名だったじゃないですか、カッパエビセンって言われてね。でキャンプの初日に、うん、僕なんか高校から入って1年目だから、うん、もう一生懸命話を聞かなきゃいけないと思って、うん、キャンプ初日の聞けば聞くほどわからなくなる、ね、それでも長いし、でもちゃんと聞かなきゃいけないと思って真面目に聞いてて張本さんはあの監督の前にこうやってバットをこうやって持ってこうやって座ってるんですよ。でずっとじっと聞いてるんですよ、うん、でやっと最後に、うん、あの山内さんが、じゃあ今日からみんな怪我なく頑張っていこうっつって、うん、はいはい、はいって言って立ち上がろうかなとした時に張本さんが、で結局あんた何が言いたいんだねって言っていや、それね、本当本音だと思う。僕もあの中日の時、山内監督の元でやったことあるから、うん、あ、そっか、喋り出したらね、本当止まらないんだ。で、キャンプでもあのスケジュール全部決まってんじゃん、途中で集合ってあのホームのところに集めて、はい、そこで1時間喋るからもう全然スケジュールなんかないもん。もうバッティング教えてやるっていう話だったの、うん、ずっとこればっかりやるインサイド打ちのね得意な人だったでしょもうシュート打ちの名人って。お前打つ時にあのマークが見えてるかって見え、どういうこと、あのバットのマークが、うん、こう当たる瞬間の時にバットがマークが見えてるかとか、上にマークがあるってことかな。そんなの見えるわけないなと思って。見てないそんなの見てる人いないよね。でもなんか落合さんもそんな感じのことは、やっぱり天才なのかな。いや、もう我々にはそのもう いけないようなとこまで行ってんのかな。だとタオさんだってもう全然3割何回、いや何回も打ってないんですよ、あの中日の頃が良かっただけでね。僕はあのタオさんにあの終わったら本当に聞こうと思ってたのが、はい、僕らある程度年数がいった時は、うん、なんとなく打つ方向を決めて、はいはい、打てるようにもなったんですけど、うん、タオさんって打つ方向決めて打ってることないですか。ありますよ。ですよね、うん、もう決めてました、それも。あ、だから、うん、あの共通してんなと思ったら篠塚さん、タオさん、イチロー、イチローもファースト守ってんと、どっち打ってくるのか分かんない。分かるんだ。あ、なるほど、ね、はい、引っ張るか、そうですね、もう逆打つか。僕はもうね、この場面だったら自分いつも客観的に見るんですよ、はい、ピッチャー目線から。だからここで他を相手にしたらここは投げられないな、あ、だからこっちに来るだろうなって、そういう予測しながら、はい、じゃあそれをもう後半はあの代打とかもあったから目立たないといけないんで、はい、逆転打をいつも狙ってたからねあの次につなごうなんて思ってないからね僕あのいろいろあの今日来るまでに、うん、改めてタオさんをいろいろ調べて。調べてくれたのいや、あの僕の中では現役の時から、うん、まあ、タオさん見てるから、うん、もうなんか姿勢もいいし打つ時のなんかすごいで、こうテレビの解説とかも聞いてても
めちゃめちゃ実直な方なのかな。あ、まああんまり忖度せずに思ったこと喋ってますよ、はい、似てるんじゃない。まあ僕の方が忖度してるかな。いや、結構、うん、ズバッとこう言ってる。そうですね。だけど聞いててなるほどなって思える、はいはいはい、その意志の強いコメントがすごい多いかなと思って、ね、だから僕はいつも肩書きで人と喋らないから、あ、うん、どこどこ社長だとかっていう言っても人間見ようと思ってるからね。あ、うん、金持ちだからし、偉いと思ってないし。でタオさんとこう調べていくし、あ、俺共通の方が結構多いなと思って。徳武さん、徳武さん1年目のバッティングコーチだよ、中日の。本当ですか。自分は入った時、うん、ファームのコーチで、ヘッドコーチで、ヘッドコーチ、後にファームの監督 で金田さんの時のヘッドコーチだった。そうだ、金田さんと仲良かったからね。あ、うん、徳武さんは聞いて流せないですけど。いいよいいよ、言ってるよ。1年目の時にロッテで、うん、1年目の新人は、うん、集まれって、なんか新人研修みたいなのが。あ、裏もありましたよ。でもロッテの新人研修って何だと思います、うん、ファームからも来て聞いてたら、いきなり来たのが鹿児島県警の警察署長で、天文館の行っていい店と行っちゃいけない店っていう、はい、ここは何々組が関わってる。なるほど、とこだから変なとこ行っちゃいけないと、だからそこはダメだぞ、はい、このお店は大丈夫だぞみたいな、そういう研修だったんですよ。それはなかったの。その時徳武さんはファームのヘッドだったんですけど、うんうん、ファームの方の先輩からホテルに、はい、僕一軍の方のキャンプだったんで、うん、はいはい、電話かかってきて、で明日休み前だったんですけど、うん、明日徳武さんが飯行こうって言うから、あ、分かりましたっつって言って、で車が迎えに行くからって言うから、はいはいはい、なんかすっごいでっかいリンカーンが来たんですよ。でそれ乗って、うん、なんかお店まで、お店まで行ったら、なんかちゃんとした料亭みたいなというね、したら、うん、僕とその先輩がいて、徳武さんが来て、うん、で来たのが、その警察が言ってた警察が言ってた危ないところの一番偉い人が来た。そう、ダメだろっていう。なるほど。人はもう本当に面白いっていう。いや、僕も中日の時は一応ね、ああ、トラフト1位で入ってるから、ああ、で1年目でしょ。徳武さんもなんとかねしようっていうって感じで、もうね毎晩のようにね、徳武さんも寮に住んでたの。あ、そうなんですか。中日の、それで人いつも外へ出てなんか飲みに出るんだよね。大好きじゃん。出るでしょ。で必ずスポンサーがいるんだよ。必ずいるよ。すごいですね。はい、だから自分で金出したの見たことないの。ほんとそうです。それぐらいね。あ、もう、それで電話かかってくるのが門限1時間とか1時間半前にかかってくる。で今ここにいるから来いよとか言ってね。でも徳武さんも教え出すと長いですよね。長い長いわ。あの人ってこう普通こうだぞとかって言って目を見て話すんだけど、あの人教えるとよそっぽ向いて、ここはこうであれって言って、よく見てんね。で、徳武さんって国鉄の時に、うん、に入団じゃないですか。はあ、それで金田さんとか。そうです。仲いいんだ。そうです。で、当時国鉄が、うん、お金がなくて、うん、で目白の土地を契約金代わり、はい、もらったの。で当時は目白って大した町じゃなかったんですけど、それからだね、後にすごい、うん、それで金持ちになったの。そうです。だから僕よく徳武さんに冗談で養子にしようって言って、養子にしてくれとか言って、ああそう、面白い人だったんですよ。僕初ヒット打った次の日の夜にホテルに電話かかってきて、うん、お前なんで俺のとこ電話しようねえなっつって言って俺のおかげだったってはっきりしてんの。へえ、だからなんかそういう徳武さんが共通っていうのがあるし、まず星野さん、千さん、千さんのとこで、あ、中日か、最後5年間中日だもんね。そうです。そうだ、あ、そうか、あれは星野さん。